ボーイングビジネスジェット B737 から700ベースの BBJ ボーイングビジネスジェットはボーイングの旅客機から派生したビジネスジェットである。BBJ という名称は737シリーズの旅客機をベースにしたビジネスジェットに使われている。BBJ は豪華な内装を備えており通常は25から50人ほどを収容する。仕様によっては 寝室や、シャワールーム、リビング、ダイニング、会議室などを備えることもある。BBJ には 737MAX や 777X、787、747から8をベースにしたモデルもあり、それらは、それぞれ BBJMAX、BBJ777X、BBJ787、BBJ747 から8と名付けられている。 ボーイングの BBJ 部門は旅客機ベースのビジネスジェットを11種類提供している。BBJ のキャビン最初の BBJ は737から700をベースに737から800の強化された翼やランディングギアを備えたものだった。胴体腹部に補助燃料タンクを増やすことで航続距離を伸ばすことができ。 タンク9機の使用ならば航続距離は1万 1000km を超えるが、運用者の多くはタンク5機の使用にしており、その場合の航続距離は1万 km だった。2002年、737から800をベースにした BBJ2 が発表され、このモデルは BBJ よりもキャビンが25%広く、補助燃料タンク5機で同程度の航続距離を持っていた。 さらに2009年737から900をベースにした BBJ3 が提供された。アビエーションパートナーズのウィングレットによって BBJ の航続距離は5%伸びた。格納式の前方エアステアが標準装備になっており、飛行先の空港で搭乗橋などを使わずに乗降できる。導入当初は内装の軽量化が難しく、 内装の許容重量を超過してしまい、スペック上の航続距離を確保できないこともあった。しかし技術革新で、最近の内装は25%ほど軽くなったため、基本運行重量を守れるようになった。マッハ0.785で飛行すると1時間あたりの燃料消費は2 1 9 0ラムマッハ0.82ならば2 6 0 0ラムになる。 これは、より早く飛べる、グローバル6000の2倍の消費量である。運行に関する、変動費は1時間あたり14000ドルかかる。検査は、C 整備が36ヶ月ごと、運行を4から8週間止めて行う、D 整備は12年ごとに行う。高度12300メートルでの客室高度を2400メートルから1950メートルに、下げることができるが、 それをすると、機体寿命は5万回から2万6千回へ低下する。ただし、それでも、機体寿命は、ビジネスジェット専用機よりも多い。多くの運用者は6から8人の乗客を乗せて、年に200から250時間飛行するが、企業の自家用であれば、年に500から800時間飛ばすこともあるし、逆に、個人所有であれば、年に150から200時間になることもある。 CFM56 のメンテナンスサービスはエンジン1機ごとに飛行1時間あたり240から260ドルかかるが、これはロールスロイス BR700 のコストよりは安い。エンジンの寿命は少なくとも12000から13000時間あり、最大で25000から3万時間である。フォッカーは2016年 BBJ 用に幅1.5メートルの窓を開発した。 1999年の市場投入から20年が経ち、150機の BBJ が就航しているが、これは当初想定された50機の3倍であった。超大型機は2008年の景気交代によって、批判の目にさらされ、処分した企業もあった。また、政府の用事に輸送に用いられている BBJ もある。BBJ に続いて、エアバスも旅客機の A319。 少し大きい A320、少し小さい A318 をベースにした、エアバスコーポレートジェットを投入した。より小型の競合機としては、エンブラエルリネージュ1000、ボンバルディアグローバルエクスプレス、ガルフストリーム G550、G650 がある。G650ER の運行コストが1回りあたり5.87から6.33ドルなのに、 対して、BBJ の運行コストは1回りあたり9.57から10.13ドルで、ある。スペックカタールアミリフライトの747から8、VIP ミッドイーストジェットの777から、200VIP777X シリーズの、スケールモデルジェットアビエーションの787から、8VIP スペックは側が空港での、 オーストラリア空軍737-700、BBJ カザフスタン共は国軍737から700、BBJ クウェート737-900、BBJ3。アブダビのロイヤルジェットの737-700、BBJBBJ は当初は、サウジアラムコや、トラシンダ、ネットジェッツ、ラスベガスサンズなどのフォーチューン100企業が用いていたが、2008年の、 景気交代で、費用対効果の調査対象となり、エルブランズ、ゼネラルエレクトリック、オクシデンタルペトロリウムなど多くの企業で売却された。また、中国企業は富を見せびらかすのを避けるようになり、売却するところも出てきた。現在、BBJ は、以下の企業や個人が運用しているが、プライベートジェットとしての運用がメインであるため、 所有者や詳細な仕様が伏せられている機体も多い。フレズノのアッセミ、マイアミのクレセントハイツ、ウィチタのストラックバンティル、ファネア・コープ、タイ、チューター・サーリバ、ジェフリー・カッツェンバーグ、スティーブン・スピルバーグなど。多くの BBJ は、幼人輸送のために政府が運行しており、その例として、アメリカ、オーストラリア、コロンビア、トルコ、インド、UAE、ヨルダン、 マレーシア、南アフリカ、チュニジアがある。また、アブダビア、ドバイ、サウジアラビアの有力な王族が所有していることもある。ありがとうございます。